身で幼者との戦いに挑み敗れた。続く戦乱の中で手負いのスサノオは、あの時スサノオが共に戦う方法はあった、神王の薬を受け入れ傷を癒していれば、スサノオ、ナタ、神王三人の胸に過ぎた日の思いが去来する。全てが終わった今、家庭の話をしても意味はない。スサノオ、傷はもう大丈夫ですか？大事ない。誰の薬？いくら私の煎じた薬でも、幼者に受けた深手の感知は絶対安静と言いたいところですが。あな、大丈夫だよ。スサノオには僕がついてる。神王が、その方が余計心配なんですが、仕方あり、私たちで奪起の暗躍を阻みましょう。任務。案ずるな。奪起。私に腕っぷしを期待しないでもらいたいね。悪いな、ここは逃げるのが上策だ。ありましょうか。距離は稼げたみたいね。ちょっと休憩しよっか。戦いに夢中ですね。二人とも気をつけてくださいよ。間に合ったようだな。我らもスサノオ様に続くのだ。なのですか？何か理由があってのことでしょうか？それを取り逃がすとは。ごめん、やられちゃった。とりあえず撤退。僕の勝ちだ。無駄口叩くぐらいなら強くなりない？サノ、どうやら人間たちにも思惑があって、人間たちと我々の目的が同じならば協力してみてはどうでしょう。ならぬ。人の子はもろく戦いの邪魔となる。
相変わらずあなたも折れない人ですね。わかりました。すみませんが私は折ります。私なりの神王行っちゃったね。でも僕はスサノオについていくから。僕来るがいいなと。なれは我が右腕。